成田エアポートレストハウスの位置成田。エアポートレストハウスとは、千葉県成田市の成田国際空港敷地内にある、唯一のホテルである。1978年5月20日に、新東京国際空港開港と同時に、空港敷地内唯一のホテルとして開業した。なお、成田空港問題により、完成より開業までに数年の開きがあった。 現在に至るまで空港敷地内唯一のホテルであり、第1ターミナルの対向に位置し、同ターミナル北ウィングとは、徒歩で5分程度の距離にある。なおかくターミナルとは、無料のシャトルバスが運行されている。成田国際空港の敷地内にあるため、東京入国管理局の上陸拒否や、不法滞在者らを退去強制させるための、一時滞在施設としても使われている。 ホテルの経営、運営は、成田国際空港で、日本航空をはじめとする、各航空会社向け国際線機内食のケータリング、旅客機への搭載を、主な事業とする TFK が行っており、ホテルエントランスと隣接して、同社の本社と、本社機内食工場が立地している。かつて同社は、日本航空が、約53%を出資し、JAL グループに属していたが、 2010年11月にシンガポール政府系のサッツ社の投資市会社に持ち株が売却されている。もともと日光ホテルズインターナショナル加盟ホテルではないがジャルマイレージバンク会員は直接予約などの条件を満たせば1宿泊あたり300マイルが加算される。TFK は1989年から2007年まで当ホテルとは別に ホテル日光ウィンズ成田を経営していたが、不動産を売却して撤退した。ナハは、将来的に、第1ターミナル北ウィングの拡張を計画しているが、拡張予定値が投資設にかかる関係から、ホテルの移転を前提に調整している。宿泊のほか、デイユースも可能である。チェックインは15時、チェックアウトは11時だが、同ホテルのウェブサイト経由で予約し、 事前に申し出た場合は15時までのチェックアウト時間の延長が無償で行える。全泊した場合、3日間まで1日1000円、4日目以降は1日に、月500円の追加料金にて駐車場を利用、可能である。国内の JMB 個別定型ホテル時事 .com2010 年10月5日、掲載時事通信社。ありがとうございます。